ないぞ。モーター交換。ブリーストフ。テスト走行。終了。私はケイトリンよ。スピードのためにデザインされた流線型機関車よ。同じ色で描かれた自分の客車を持っているの。定期的にイギリス本土からウルフステッド城までお客さんを運んでいるのよ。君の名前を教えて。私は E231 系近郊電車、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ラインなどを走っているよ。はい、お土産、宇都宮の餃子だよ。ありがとう、とても美味しい。ところで、なぜ宇都宮市民は餃子が好きなの？主食だからね。宇都宮市内にある餃子の専門店は、約30軒あるんだ。へえ、びっくりだわ。レスキューセンターへ急ぐわよ。私は E233 系湘南色電車。湘南色はオレンジ色と緑色のニックネームだよ。専用連結仕様で東海道線、伊東線、宇都宮線などを走っているよ。最高速度は 120km/h だよ。やあ、E231 系近郊電車。こんにちは、E233 系湘南色。調子はどうだい？改造したから最高だよ。君はサウンドが出るのかい？うん。ホーンと走行音と停車音だけね。鳴らしてみて。私も宇都宮餃子が食べたいな。ごめん、忘れてた。ねえ、競争しようよ。よし、負けないぞ。E231 系近郊電車、対、列車、どっちが速いか競争だ。餃子を食べたから速いわよ。決まるで。
やった。おかわりちょうだい。大阪環状線のお通りや。しつこいわ。登録お願いします。Thanks for watching. Please subscribe.